今日の一句です。朝一一句、今日は二十四節気啓日使います。いけます。啓日や、まだまだ寒い。あ、なんだっけな、あ、作ったやつ忘れちゃった。これじゃないかも。啓日や、まだまだ寒い。固まっちゃった、固まっちゃった。あ、成長してます。あれあれ早い早い、ちょっと待って。あれ、中の句これじゃないんだっけな。啓日や、まだまだ寒い。あとでにします。知れや知らせや、ダンゴムシ。あ、そうですね。その時知ってたのかな。わからないですね。なんだっけ、せっかく作ったのになんか忘れちゃった。啓日や、ここまでは合ってる。まだまだ寒い。ほにゃららら。だったか、ちょっと中の子もこれで合ってなかったのか。わ からなくなっちゃいました。皆さんもよかったら啓日で 読んでみてください。はい。さあ、場所、現在地付近選んでください。天気大会予想は星見えません。寒かったですね。今と変化なさそう。はい、とりあえず進めましょう。進行というものがありますからね。もう成長してる。2年目だから進行を忘れない。成長してる。ねえ、ぜひぜひ、ちょっと不完全燃焼感ありますけれども、このお天気と同じくらいどんよりめということで、ちょっと頭もまだ雲が広がってもやもやしてるかもしれません。あ、啓日に生まれ変わりのダンゴムシ。誰生まれ変わってるの？誰誰、どういうこと？啓 日や、まだまだ眠いダンゴムシ。で、誰もダンゴムシマストだなんて言ってないのに、ダンゴムシばっかり入ってる。私が作ったの。ね、ダンゴムシまた入ってる。カウン過ごし、ダンゴムシ。いいの、ダンゴムシは入れなくていいの。私が作ったかもね、ダンゴムシ入ってなかったんですけれども、おかしいなぁ、おかしい。はい。悔しい、出てこないから。あ、啓日や、後戻りする寒い朝ということで。素晴らしい。で、やっぱり啓日で日の暖かさに誘われて出てくるはずの虫さんたちも、まだまだ寒くって、ちょっともうちょっとね、ゆっくりしてるんじゃないかなっていう意味を込めた一句、皆さん読んでますけれども、私も読む予定でした。啓 日や、寒さに驚くダンゴムシということで、ね、予定では読めてたんだけれども、ちょっとメモしておけばよかったですね。さっきふっと思い浮かんで、そのまま消えていってしまいました。集中してるね。あ、そう、メモしとけばよかったって気がついてるから成長してますわ。読みます。啓 日や、まだまだ寒い。寝ていよう。よ。寝ていよう。ってことです。啓 日や、まだまだ寒い。寝ていよう。ってことです。成長してるよね。 どう？そう、二度寝みたいな意味合いがあるってことです。どうかな、お休みみたいな。いや、まだ、あ、まだ寒いな、もうちょっと寝ようみたいな、ほら、あるじゃない。そう、今日はちょっと可愛い感じにしましたね。寝ていよう、そう、可愛さ重視、可愛さ演出です。 なんていうの、ほっこりする感じ。ちょっともうなんか、あ、なんかいいね、温かみのある俳句一句、ちょっとかっこよく大人の一句というよりかは、こう、なんだろう、もう素朴な目線で、わかるよ、ありがとう。 助かる。啓日や、まだまだ寒い。寝ていようです。寝ていよう。はい。 5文字にしないと、五七五だからさ、寝ていよだと4文字でしょ。寝ていようで5文字でございます。
ぜひね、可愛さ要素プラスで、なんかやっぱりこうシンプルに読むのが一番だなって、この間大井お茶の 俳句見て思った。中学生10歳の子が読んだ俳句がそのお茶のラベルに書いてあって、それが回ってきたのかな SNS で、すごいなんかこう素朴なのかな、なんて言うんだろう、もう情景がそのまま現れている一句で、なんかドストレート感が良かったんですよね。なので私もちょっと初心に立ち返ってストレートに、読んでみました。はい、ただただちょっと幼い感じになった気もしなくもないですけれども、あ、素晴らしい。これです、これこれ、啓蟄夜、まだまだ寒い、寝ていいよということで、ね、全、うん、そう、ピュアなのよ、そう、ピュアなの。私もピュアな心をね、汚さないように過ごしていけるように、年重ねますけれども、ずっとピュアでいられるように、俳句もピュアに、はい、ストレート投げ込んでみました。 気に入っていただけたら何よりです。